ります。さあ続いてはチコの質問を届けたいです。今月はこの選手にお届けたい。伊藤選手、9月24日で25歳、おめでとうございます。ありがとうございます。さあそしてサポーターの方から質問をいただきました、はい、市原市の岡田未来さん、ミクさん、どっちかかな、はい、なんですけれども、アジ選手は寮長をしていると聞いたことがあるのですが、はい、今もされているんですか、また寮長はどういうお仕事をされるんですかという質問なんですが、はい、一応今も寮長をさせてもらってますけど、まあ、これといった仕事は特にないんですけどやっぱり何かある時の連絡であったり、うん、まずは僕がちゃんと寮の決まりを守るということで寮長としての威厳を保っているつもりです。ちなみに寮の決まりっていうのはどんなことがあるんですか。門限であったり、うん、食事の時間であったりっていうのはありますけど、うん、はい、それでは最後にカメラに向かってサポーターにメッセージをお願いします。はい、まずはベンチであったりそういうことに絡めていけるように日々の練習を頑張っていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。おめでとうございます。チコの質問を届けたい。今月は来月のお誕生日選手への質問を募集します。来月は矢沢達也選手と金沢亮選手です。どんなことでも構いません。どしどし質問をお寄せください。お待ちしています。さあ CM の後は今月のゲストコーナーです。シェフタマ、ゲストコーナーです。今月は池田翔平選手と戸田和幸選手に来てもらいました。よろしくお願いします。さあまずは池田選手、9月9日にご入籍ということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。全部拍手してた方がいい。おめでとう。ありがとうございます。9月9日にご入籍ということですけれども、はいはい、これは何かあるんですか。9月9日、いや、まあ、とりあえず対案だったっていうのと、うん、あとは、まあ、戸田さんのお母さんの誕生日かということで、まあ、戸田さんに忘れてもらいたくないな。雅子な、雅子さん、雅子さんは誕生日なんですね、はい。エスパ時代にこうお互いが最初に会った時の印象とかって覚えてます。いや、僕はもうすでにユースの頃から、あ、僕からでいいんですか。はい、いいです。戸田さん寝てますけど、あれユースの頃からあの戸田さんのやっぱトップの試合を見てたんで、うん、やっぱり僕と同じディフェンスやってたんで、やっぱそのすごい尊敬する目で、そうやっぱり自分とやっぱ少しタイプが違うというか、自分にないものをたくさん持ってたので、やっぱすごく尊敬しながら、あの、本当尊敬しながら見てました。いや、もうすごい話があんまりつまんねえ。寝ちゃったよ、うん、戸田さんの印象はどうでした。池田さん最近知りました。あ、いたんだ清水。存在感がなかったのが悲しいです。ずっとこんな感じで変わらず。あ、僕はでも一回彼をヒーローにしてやったことありました。お、ゼロックスの時。ああ、ありましたね。ゼロックススーパーカップっていうのがありました。ありますね。で、PK 戦だったんです。はい。で、僕は1番手だったんですけど、キャプテンやってて、はいはい、サドンデスだったのかな。そうです、そうです。で、相手が外して最後誰蹴るんだっつったら、なんかこうベテランの方たちもいたんですけど、はい、みんなこうあんま蹴りたくなさそうな顔をしてるんで、うんうんうん、彼のところに行きまして、僕まだあれですよ、20歳ぐらい、20歳で試合出て3試合目ぐらいです、うん、どうせ蹴るなら、うん、なんか失敗しても悔いが残らなそうなやつなんかいねえかなと思ったら、そういう理由、ああ翔平がいたわと思ってお前いや蹴る気あっかみたいな話をして、なんかベンチは大騒ぎだったらしいんですけど、やめろーみたいな感じで、なんでみたいな。いや、もう焦りましたよ。もう戸田さんがこうやってカッてやってきて、そうですよ、いけるなって言われてガチガチでしたけど、とにかくもう思いっきり蹴っ、まあいいよいいよっていう人が蹴るよりはね、こう若くてもなんか気持ちがあるやつは蹴った方がいいと思ったんで、ベンチは大騒ぎだったらしい、やめろーダメ
だよ、ね、将棋さんだーっつってそれ大抜擢ですね。演出したんですよ。でも采配が当たったってことですね。そういうことです。さあ、そして戸田さんはシーズン途中での移籍ということになりましたけれども、はいはい、こうシーズン途中での移籍っていうのはやはりそのシーズン前の移籍とは違って難しい部分とかありますか。まあそうですね、うん、一応もう、半分ぐらい、ね、終わった時に来たんで、うん、まあ、僕の場合はちょうどキャンプがその後あったから、まあ、割と助かりましたけど、うん、まあ、チームもねやっぱり急を要してのことだと思ったと思うんで、あんまのんびりできないし、うん、まあそう楽じゃないですよね、うんうん、まあでも自分から、まあ、溶け込もうとは思ってやってましたし、まあ池田さんがね、池田様がですね、いてくれたので、まあ、手伝ってくれたのか分かりませんけども、うん、まあ、クッションになり、ね、みんなとの間クッションになりね、で僕は池田を飛び越えてみんなと仲良くなって、うん、今ではあんまり池田とつるまないさあ、そして7月20日のサッカーの話なんですが、18節以降ジェフはもう完封か1失点という形でかなりこう守備が安定してきているのかなと感じるんですが、手応えどうでしょうか。そういう結果が出てるっていうのは自信にはなりますし、まあ、そのディフェンスラインだけじゃなくて前の中盤の戸田さんだったり戸田美さんだったり、やっぱ全体で守備の意識っていうのがすごく高くなってるし、やっぱ声かければみんな反応してくれるし、そういう意味でこうチーム全体としての守備が、はい、イライラしてるね。いや右がこう動き始めるとだいぶイライラして、あんまりサッカーの話得意じゃない。急になんか真剣な話になって苦手なんですよ。ちょっとやべえ、スイッチがかなかった。スイッチがかなかったなんです。はい、そうです。シュークリームの話が好きですよ。甘いものとかサッカーの話はダメです。ジェフに来てジェフのサッカーとかチームの雰囲気ってどうですか。チームの雰囲気はすごいです。今の状況を見ないようにしている明るさじゃなくて、うん、まあ、見てちゃんと分かってるんですけど、きちんと前向きにやれてますし、うん、まあ、それは監督以下、はい、チームがこうきちんとまとまっていいこう緊張感だったり、その中にもリラックスがあってやれてるからと思うんですけど、うん、いいと思います、うん、あとは僕はもう自分が何をできるかだと思って、それしか考えてないです、うん。これからはどんなところに注意してやっていきたいと思ってますか。まあ、やっぱり失点が減るというのはすごく大事ですし、ゼロだったら負けないので、うん、常に点を取ることを考えてやってるので、自分のとこからどういうふうにやっていくと点につながるのかっていうのを考えてやってるので、うん、まあ、チャンスがあったら僕も点を取りたいし、そういう気持ちはいつも常にやっているので持ってやってますんで、やっぱそういうことで自分の存在感、まあ、普通にその自分のポジションで頑張るのは当たり前なんで、そこでもいい仕事はしなきゃいけないんですけど、まあ、苦しい時にね自分で点を取ってあげたりとかっていうので、なんかこう存在感を出せればいいなと思います。じゃ最後にこちらにですね、長いね、なんか長かったし、好きな言葉ですとか今シーズンの目標ですとか。好きな言葉、漢字が間違ったらやばいな僕はもうこれで、お、ではせーのでお願いしますお、池田選手は全力で、はい、そして戸田選手が謙虚、感謝。これはん、あれです、お金ん、いや、嘘です閉めましたよ、ちょっと閉めましたよ、どうですか、はい、滑ったね、滑りましたねウォータースライダー、稲城のウォータースライダー、稲城のウォータースライダーぐらい滑りましたね、あのスピードワーンとじゃあどんな思いでそれぞれ書いたのか教えてください、戸田選手から。いや、生きる上でこういうのが大事だと思います。サッカーやるのもこういういろんな人のサポートとかがないとできないので、家族ももちろんそうですけど、うん、池田選手は全力でということですが、はい、まあ当たり前のことですよね、まあ、とにかく僕はもう全力でプレーすることしかできないんで、一つ一つのプレーそしてもう一つ一つの試合に全力でもう気持ちを見せてやるということで、はいはい、この言葉にしました。はい、わかりました、はい、今月は池田選手と戸田選手に話を聞きました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。
戸田選手のイメージが私本当真面目な感じかなと思ってたんですけれども、かなりジョークを、そうですね、ただねそのジョークがちょっと高度すぎて私が拾えない場面が何個かあって、いやでもね今本当あの2人はいい仕事してますね。もう守備面でももちろん攻撃面でも頑張ってますけども、いい仕事してると思います。まあぜひ応援してやってほしいと思います。はい、さあ CM の後は今月のジェフタマインフォメーションです。ジェフタマー